日本ハム、レアード以来の当たり野手、マルティネスが契約延長、今季はホームランと打点が自己最多に。日本ハムは7日、アリエル・マルティネス選手と2024年シーズンの契約延長が合意したことを発表した。マルティネス選手は中日で3年間プレーした後、今季から日本ハムに入団すると、本職のキャッチャーだけでなく、ファーストや DH でも活躍した。今季キャリアハイの119試合に出場して打率2割4分6厘、自己最多となる15本塁打66打点を記録した。来日7年目を迎える来季は、2024年シーズンも北海道日本ハムファイターズのチームメイトと一緒にさらなる経験を積めることに幸せを感じています。すでにエスコンフィールドを恋しく思っています。来シーズンもファイターズでプレーすることができ大きな喜びでいっぱいですとコメントした。これにネットの反応は、キューバ政府とうまく折り合いついたのかな、契約更新できてよかった、ファンとしても早く新シーズンでのアリエルの勇姿を恋しく思っていますよ、来季も怪我に気をつけてホームランいくらでも打ってください、キャッチャーポジション確定なら複数年いけるでしょう、娘ちゃんも可愛いですし、ベアーの動画でほっこりしました。外国人選手との良きパイプ役やコミュニケーションツールとしても才能を発揮してくれそう、器用にキャッチャーもこなし、来季も同程度の活躍も期待できるのでは、期待しています。レアード以来の当たり足だと思ってます。